も宴会なんだ。あんたのせいでこんなことになったよ。スマップはどないしてくれんの。そういうあんたは誰よ。私はタクヤに決まってるやないの。まさいやつや。あの人のせいで解散するやんか。いつもいつも嫁のいないなんて。そんな違うし、タクヤはスマップのことを一番に考えてるんです。あんたこそなんだ。マネージャーマネージャーってマネージャーがそんなに好きか。シンゴちゃんは飯島マネージャーのことをお母さんみたいに慕ってるんです。優しい子やね。何やまた今回やんだ。気持ちはちょっと待ってあんたそれ何持ってんの。バッグやけど。いいよいいよいいよ。あんた譜面台持ってきてるやないの。ほんまや。間違った。それ持って電車乗ってきた。だってバッグやと思ったから。いや分かるやろあんた。そんなバッグあるか。なんなんどないしたの。聞いてくれる。うん知ってる。なんでメロディーが浮かばんでうまく作曲できへんのでしょ。ひと月前から。そうやねそうやね。なんで分かった。超能力催眠術。超能力超能力。あウィスパー。そんなん使ってないし。しかもなんなんウィスパー。ウィスパーやろそれ言うんやったら。たまほんまになんないよ。それじゃああんたなんでそんなわけのわからん使えへん単語を無理やりぶち込もうとすんのよ。そりゃほら意識高い系よ。何が意識高い系よ。あんたは自意識が高いんやろ。わか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 。あんたずっとこの前からスランプスランプ言い続けてるやんか。あんたはわかわか I love me やな。あんたがってわかわかやんか。自分自分やんか。はいはい。ほんで何まだメロディー浮かばへんの。そうやね。もうこれは完全にスランプやわ。ドクタースランプ。ギーグチャーって違うわ。スカンク。ほらのなんか臭いぞ。なんだし違う。いいやドラドリッツ飛び込んで勝負使おうさ。もうあんた私の悩み真剣に聞く気あんの。もうどうやったら治るよそのスランプ。私が思うの、なんかきっかけがあれば治ると思うんよ。あーせやな。あそれを見つける手だけはないの。それを探さな。もうちょっと考えてよ。あんなの大好きな歌子に相談したらあかんのに。呼び捨てにしたらあかんのに。あんたなんか言うたわかんの。歌子姉さんは私らのこの店のオーナーさんやね。せやな呼び捨てにして。しかも歌子姉さんもあかんねん。外国行ったはんねん。外国どこ行ってんの。南米ベネズエラ。ベネズエラ、って南米の。知らん。知らんやんか。いいなやんた。なんなんよ。ってなんでそんなとこ行ってはんのよ。あまた検証に当たったあの人。これ私持ってます。ポケモン3と10でポケモン4と10で5ポケモン5。いやもう何なんそれ。あんたツッコミどころ満載でどっから突っ込んでいいか分からへんけど3、4ときたら次5やろ。5行きたかったら3、4、5やろ。しかもね5ちゃうからポケモン GO やから GO!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  ヒロミか。ヒロミあんたやんか。ヒロミ GO のことや。何なんあんた。あたしの話ってありあしばっかりとって楽しいか。いやそんな楽しないけどさ、あんたが間違ってること言うてるから直してあげてるんでしょ。あんな間違ってんやろあんたやんか。何がやポケモン3か。ポケモン3なんかあるわけないの。ポケモン3やったらあるかもしれんけど。ポケモン3それもあるかいな。ポケモン3ありません。ありませんありませんあります。知らんけど。いやもうそんなどうでもいいわよ。なんでそんな南米なんか行ってはんの。ポケモン知ったね。変やってな。ベリベリキャラが。わーおほほほ。あの人ポケモンゴーランがやったんの。歌子姉さんかな。ない年って仕事もせんとな。めっちゃハマってまんね。最近歌子姉さんな。ヒロミちゃん、あたし今日はタクシーやめときますわ。言わはんにゃん。どうしたんですか。どんこで帰ります。各駅でモンスターが捕まります。いやーどういうこと書いて。あたしポケモン世代。いや違うよね。ポケモン世代って20代とか30代の人のことよね。ほんまですよね、うたこ姉さんって言うといたわ。待てー、おかしいやろ、おかしいやろあんた。なんで同意してんの。嘘やんかそれ。あの人の年代やったら月光仮面とか赤影とかそんなんやろ。
あんたは何でもかんでも歌子姉さんの言うことやったら、うん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 、はい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 言うねんな。イエスマンやな。あんたはイエスマン、歌子姉さんのイエスマン。違います。私は歌子姉さんのイエスマンではありません。今ね、私は歌子姉さんのイエスオカマです。そっちかいよ、こだわんの。そういったさ、歌子姉さんこの間さ、めっちゃたくさん子供に囲まれてたやん。囲まれてた、囲まれてた。誰のやったの。わーっと思ってさ、もう熱中時代の北野光来先生かと思ったな。あ、まあ今で言うたら相棒の右京さんやけどな。なん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 で水谷豊がその豆知識掘り込んでくんだよ。いやいや、水谷豊言うたら言うたらやで。今はその相棒の右京さんが代表作やないの。全然水谷豊さん若くてちょっと不良やった時のが全然かっこよかったの。あったな、そんな時代。よかったのね、表参道ナンパストリート。何それ。え、そんなドラマあった。ドラマちゃうやん、歌やん。この街のアリスたち、ちょっと気取った、捨てて捨ててゴー。その時代の雑誌気にしては、目線キョロキョロ、セデセデグロウ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ヒロミさん、ごめんなさい、今感想入ったよね。感想入って、そのままサビにガーッいくつもりで気持ちええよ、言うだったかの分かんないけど、申し訳ないねんけどさ、最後のセデセデグロウ、あれ全然分からへんねんけど、どういうの。セデセデグロウ、歌ったあんた知らんと歌ってるのかいな。もうなんやなんて、絶対そんな言葉ちゃうわ、あれ。しかもさ、あんた水谷豊のその似てるか似てんかよう分からんモノマネやめてくれるか。あんたは歌子姉さんのマネだけしといてええん違う。せやな。ちゃうなんやな、あんた。そう、私が歌子姉さん、あ、ここまで。あ、なってたなってた。歌子姉さんさ、黄色のワンピースやったやん。あ、こんなんこんなん。せやでしょ、思うねんけど、ピカチュウと間違えられちゃったよ。だってな、子供全員こうやってたよ。見るかい化け物みたいなもん。オーナーさんやで、あんた。あんたはピカチュウ言い出したんやないの。あんたはコロ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 なんない気持ち悪いな。あんたはあれや、二枚時代。あ、妖怪二枚時代なんだわ。私は二枚時代ありません。私は一枚時代です。そういう意味じゃありません。かけて悪口言うてるって意味です。悪口なんか言ってません。ピカチュウはめっちゃ可愛いからいいんです。でも嬉しかったな、タコ姉さんが。ヒロミちゃん、あんたはやっぱり可愛いな。あんたもモンスターにしてあげるか。せやな、あんたはヒロミって言ってくれた。嬉しいかそれ。あんためっちゃ嬉しそうやけど、嬉しい。しかもなんであんたも無理してしてあげようか。なんやねんそれ。お前も老人形にしてやろうから、パクリやねんの。せっかくやんか。いや、気持ちしてません。いや、気持ちしてません。頼んであげようか。あんたもモンスターにしてもらう。いや、まあ、そんな感じはあるかな。そうですやな、あの子か、うん、あの子はちょっとどうかな。まあ、春婚かな。なんやなそれ。だいたいあの人にそんな権限あんの。あの人、任天堂の人か。しかも、うんついたら何でもモンスターいかないや。もう単純やな、あんたは。だってポケモンやで。あれはポケットモンスターの略やからポケモンやねん。いやもううるさいうるさい。私のスランプの話やんか。もうドクタースランプキーじゃあ違うわ。せやったな。あのさ、ヒロミ、スランプはさ、何かきっかけがあれば治ると思うよ。せやな、私もそう思う。あれそれデジャリアビューだ。デジャブだ。なんでそんな難しく間違えんの。騙されてる気がするな。デジャブ、あ、デジャブ、あ、これ使えるかも。あ、でもな、ちょっと、あ、これでなんとか形になったかな。なんも私のスランプの話はどっちだけかいな。なんやらどっちだけってそっちのけやろ。もう目の前にこんなにか細い子羊が苦しんでるっていうのに、宝船を助けもないだよ、あんたは。助け船な。あんたほんま絶好調やな。しかもなんなんか細い子羊でか弱い子羊やろ。それ言うやったらあんたはそれに子豚や。あー、ひどい。助けて、ブーブー助けて。プライドしてたな。今回の場合はいつもみたいに助けてあげられへんよ。私があんたにいつ助けてもらうたんですか。
いつも助けてるやんか。いつどこで何時何分何秒地球が何回上がった日どこか。この間でほら、あのオープニングの新しいダンス、あんたが前で踊らなあかんなんだのに全然振り付け覚えてへんさかに、私が前で踊ってあんた後ろで真似してただけやてんやんかいさ。そんなこと、いや、そのことしかな。それから昨日かね、帰りのコンビニで、なになに、あんた楽屋に財布忘れたかって私の帰りに立って帰ってあげたんやないの。あ、あれ返して、親子さんちのうち。もうええ、もうええ、あんたなんか言ったやった、私が間違いやったわ。うん、そんなどうでもいいからこれ返してよ。ケチ、ケチなんだ。あんたはって何なんだ、借りたもん返すの当たり前やろ。538円、わかりました、今度540円にして返します。2円お釣りはいりません。いらんわ、そんなに眠られたら。とりあえず8円切り捨てたる。530円でいいさか、今返せ、今や、今、今度でないや、今や。うるさい、今日私のカバンはこれやから、財布入ってないんです。わきの学会に財布忘れたんやろ。だからどっか探しちゃって今返して。どこや、財布は小さい、料件が小さい。小さいで、なんた、あんた、でもあんたどういう人間だ、わからんわ、もう。あんたに頼った私がバカだった。そうやね、こういうのは自分でなんとかせんと。そうやってあんたは自分だけが頑張ってるって言いたいんでしょ。そういうつもりはないけれど。そうやってあんたは自分だけが頑張ってる、自分だけが538円貸してるよって一部の家は。なんで一部だからあかんねん、貸したお前がいた。てんやで。それ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 、作詞コンクールに出した歌詞やろ、うん、締め切りも終わってんのに、そりゃぐじぐじ言ってもしゃあないやん。こういうのはね、積み重ねていくもんなの。こういうのはスパッと切り時が大切なの。集中力あるときにダダダってやる方がいいんです。そうな、そうやん。作詞については私の方が先輩やろ。ちょっと座りなさい。はい。ほんで、はい、誰にしたの？おるやろ。愛子。ユーミンが。何？あれをパクったんやろ。いや、パクってないわよ。いや、なんでパクったよ。あんた自分と一緒にせんといてよ。いや、それ参考にしたら。そういうよ。西野かな。軽い、軽すぎる。軽い、軽い。今流行ってるやんか。あんたな、流行りにはスタリがあんねん。西野かな言うた、まあスタリやろ、もう。あんた何も知らんねんな。かなちゃんはな、この前新しいアルバムを出して、それが今大ヒットしてるんです。だから絶好調なんですことよ。かなちゃんって知り合いか。もうびっくりする。嫌い言ってなかった、軽すぎるとか言って。好き、あ、出た。最近好き、出たな。どんな心歌われたらかなちゃんの耳でもいいんやろ。あんた、それ全く同じ感想、全く同じ感想を中島みゆきにも言ってたで。真反対、真反対、みゆきとかな、真反対やで。あんたかてみゆきとかなとか言わんといてんの、呼び捨てかんた、友達か。ええねええね、かなちゃんはな、自分で作詞もしたんねんで、そうやろ。シンガーソングライターってそういうの、自分で作詞したんねん。もうあんたほんま何も知らんねんな。世の中にはな、作詞家さんいう人らがいはんねんで、その人らはな、詞を専門に書いた。その人らは私らの想像もできひんぐらい売れたはんねんで。作詞家さん、詞を専門に書いてある人。そうやん、そんなパッと思い込まへんもん。ちょっとアイドル思い出して。アイドル、アイドル、これ、セーラー服チャ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 ラチャラチャ脱がさない、チャ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 ラチャラチャ、おりゃんこクラブということは、秋元康さん。そう、正解。康さん、一番売れたの。そう、関わらはったシングル、はいはい、そう、売り上げの、はいはい、なん
100億枚超え。100億枚っていうことはね、日本の人口が1億人としたら1人100枚ずつ買ってるってこと。そんな買ってないな。間違えた。1億枚すごない？あんたのせいで全然すごい思わない。第2位これさ、この人これがティントン。はい、ヒロミさん。じゃあ、鯉のぼりで。ブー。なんやな、あんた私が声出してんじゃん。あんた近くが出てるんだよ。これやん。腰出てけんの。第2位は悪夢さん。やったね。悪夢さんめっちゃすごいね。あ、そう。レコード大賞取った曲いっぱいないだろうね。これとかこれとか。わかった。アンコールの時の原田裕之。アンコールの時の原田裕之。こうや。そうなの。あ、これ忘れる。さや。もうね、原田裕之な。レコード大賞取って。そうやって。そうやってごめんごめん。ちょっと傷つくこと言ってもらってごめん。あ、わかった。わかったわかった。ジュリーの勝手にしやがれ。アクイズさんがガチョン考えたら大事件やん。ありえるか、そんなこと。全然違う、こうやこう。あ、分かった、一級入魂。一級入魂、こうやな。そうか、こうや。それデフォルトやねんな、一級入魂。発見しちゃったんと思うね、私もあんまり歌詞書かへんすごい作戦もない、すごいことしはんねん。そして第3位が、はい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 、私たちが大好きな松田聖子ちゃんにずっと詩を書き続けた松本隆史大先生。なんだ松本隆史さん。いや、そやけど待って松本隆史さんは聖子なんだよ、もっとすごい有名な曲ありえないな。ベスト10ね。違うやつ。そうやばい、歌詞出てけえの。せやけどさ、作詞だけで食べていくってのはやっぱ限られてるよね。まあな、ちょっと難しい世界だもんな、厳しくて。まあせやけどさ、この作詞コンクールに大賞でも取ったらさ、その狭いとここ入る余地はあるんじゃないかしら。そんなんないんちゃう。いやいやいや、でもやで、あの作詞コンクール大賞取ったら、あの中西敬三さんが曲を書いてくれんねんで、その歌詞に合わせたオリジナルソングを。中西敬三ってあれやろ、あの曲やろ。ファンファン、ウィーガタセーフセ、同じ風の中、ウィーガー、ウィーガー、アウウィー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 ウあんたも知ってんねん。いや、何？あんた私の後ろで私の掛け声してんねん。あれずれない、見ないでずれな。ちゃんとずれてました。見てないもん、気配感じてたもん。あんた何後ろに見えてまんの。あれ土曜踊らせそう。めっちゃ今めっちゃいい曲、曲やこれ。せやけど今中西敬三って嬉しい？いや、昔は好きやったけどさ、今完全に落ち目や。あかん！何や？あんた悪口やかん。怖い！もう悪口とかほんまあかん。あんたがおったんやんかいさ。あんたちょ、考えてみんな。何よ？私らも結構先輩になってきてるね。せやろ。あんた私らの後輩がやるの。私らがいい時楽屋で。なあ。何？思うんやけどさ、俊子先輩もヒロミ先輩も最近落ち目ドロップアイじゃない？よく嫌じゃない？なんで英語なの？若者っぽい。しかも間違えてるやん。なんだ、落ち目でドロップアイ直訳しすぎやな。全然違うよ。違う、あのね、確かね、ジャンプザシャーというか、そういう慣用句があったと思うわ。出た、知識のひけらがし。なんだそのジャンプザなんとかって、それどうなってんのその意味に。知らんけど。知らんのかいなんか。
けど違うねん。あんたが間違ってるってことを言うてあげてるだけなの。だからいつも言うてるやん、外で恥かくのはあんたやねって。いいんです、旅の恥はかきさらしなんです。かき捨てな、意味違うから。とにかく私はな、旅みてスランプ、スランプ脱出のきっかけを探す旅みたい。あんた遭難してるわな、それは。助けて。知りません。怖いな、あんたさらっと恐ろしいこと言わせてくれる。私には私やることがあるの。もうええやんか、作詞についてはどうせ落ちてるやん、そんな。だからさらっと毒づくのやめてくれる。納得するまでやりたいんよ。あ、ちゅうことはあんたあれやな、納得してへん状態で応募したっていうことやな。おー、そうなのかな。いや、だってしょうがないやん、締め切りがあるんやもん。先月の10日やで、あんた。それを今になってぐじ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 やったってしょうがないやんか。それにあんたなんか審査員に何気なだろうてか、あれどうなの。でも賞金をどうね、100万円。うん、100万何使おうな。え、ちょっと待って、ちょっと待って。あんたちょっと詳しすぎて、あれ作詞コンクールに応募したことあんた言うたっけ。え、言ったんちゃうかな。え、そんな気なだろうとか100万のこともね。うん、あの、まあ、あの、詳細はこれね。だからこれ私の iPad やんか。なんなんかって、あ、いやー、なになに、あんた私のお気に入りを見たの。え、それで作詞コンクールのホームページを見たの。それで詳しいの。そんなこともなきにしもあんず。あらずな。ちょっともう信じられん。なんなんこの子。これら犯罪やで。信書開封罪、わかる？人の手紙を勝手に開けたら犯罪やねん。これ手紙ちゃうやんか、ホームページやんか、誰が見てもいいやつやんか。お気に入りを見るなんてありえん。そんなんあるやんか、ここにあんたが気に入った漫画置いてんの、私が読んで面白かったなって言うてんの一緒やんか。あんたのへりくつ、ほんまどうに行ってきたな。いや、私はどこに行ったの。でもいいよ。長男ですけど。さっちゃん、なんか気に入ってくれる。ヒロミやねんけどさ。ヒロミちゃん、どないしたん。私スランプやねん。ああ、あの曲が出てこーへんっていう話。何してんの。さては、さっちゃん、お気に入りのぞいたな。他あんたは何のお気に入りなんや。心のお気に入り、ダブルクリック。あんたさ、昨日も一昨日も先週も先々週もずっとスランプ言うてるがな。どうしたらいいの？ひろみちゃん、スランプはね、なんかきっかけがあれば治ると思うよ。せやな、私もそう思う。これデジャラビリビティ。だからデジャズな、さっきより難しく覚えてるから。ほんでさ、そのスランプのきっかけになればいいなと思って持ってきたこの新作そば、どないやった。あ、台風そば。ノンノン、台風8号そばな。7度の失敗を乗り越えて出来上がった奇跡のおそばやねんで。うん、あれちょっとな、あれはよかったわ。え、だってあれあれやで、食べるときわけわからない甘がっぱきな感じやで。それは暴風雨のレポーターをイメージしてるんよ。え、だってお箸もマイクでめっちゃ食べなく、食べにくい、食べにくかったやん。特製のマイクが変わりましたよね。え、なんかちょっと方向性連れてきても違う。ちょっとどいて。アホー、痛い。なんなん、さっちゃんはな、こんなにも失敗を繰り返しても前を向こうとしてるんやで。それやのにあんたはなんや、スランプスランプ言うてばっかりやないの。しゅんこ、あんたもな、サッチャー見習って前を向かなあかんねん。でん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 。せやな、頑張らなあかんな。頑張る、私頑張らなあかんわ。うまいこと言ったわね、しゅんこちゃん。なんなん、いやいやいや、内緒言うたやん。なんで吊るし上げやかんのよ。違うよ、ひろみちゃん。ね、私のいい日のところでこそ相談してたんや。腹立つ、腹立つ。違うやって。悔しい。
安定すぎるであんた。でも大丈夫です。全部録音させてもらってます。だからそれも犯罪やであんた。どれやったかな。ポチ。7月6日、ひろみです。ざわわ、ざわわ、ざわわ、広い里来ただけ。間違えた。これかな、こっち。8月6日、ひろみです。今日やります。なあ、せやん、腹減ったさかい、なんぞ食おうや。なんやって、なんぞ食おうや。お前、腹減った腹減ったって銭は持てのかい。まいか、わい銭やったらなんぼでもあんで。ちょっと待ちや。間違えた。なんなあんた、あたしの iPad、あんたのオンステージになってんやないの。あれ、どれやろ。ええよ、ひろみちゃん、ちゃんと説明するからな。実は、まあ、二人でスランプになってるひろみちゃんのために考えたんよ。なんかきっかけにならへんかなって。そうなん。そしたら、しゅんこちゃんが七転び八起きの気持ちを持ってくれたら変われるんちゃうかって言ってね。ほんで、台風八号そばっていう話にしたんよ。まあ、あんたがさ、あんまりスランプスランプ言うからな。でも、こういうのは、まあ、気持ちの問題やと思うのよ。いや、別にほら、手怪我したとかそんなの違うから。まあ、七転び八起き言うのもちょっと説教臭いけど、こういうのもね、たまにはてか今いる。いや、あんたの話してるんやろ、今。なんで BGM 担当してんのよ。だから、しゅんこちゃんも心配したいってことなんだよ。じゃあし、頑張ってね。そうなんや。め。ええよ、もう。せやけどさ、そのことわざよう聞くけど、7回転んで早起きってどういうこと。八起きや、七転び八起きや。早起き違う、八回起きてるんや。でもおかしいや、1,2,3,4,5,6,7 やー90とか言わへんや。5,6,7,8,90 やろ。5,6,7 やー90っておかしいやろ。いい風見れば7やって言うね。そんな言い方最近せえへんから却下です。なんなんあんた。ひろみちゃん落ち着いて。ほなついでに言うと、この間3人で行った植物園。そう、あれもまあしゅんこちゃんと考えて、まあひろみちゃんの気分転換にならへんかなってね。そんな。でもさ、あの日さ、しゅんこめっちゃ嫌がってなかった。嫌がってないよ、嫌がってないけど、お前植物園がちょっとな。だって私朝顔で見たかったのに見られへんかった。もうそれはあんたら二人の準備が遅いから朝顔で間に合わへんかったよんか。だって私ら準備するのいっぱいせなあかんことあんやもん。なあ、お花みたいにきれいきれいせなあかんにもん。なあ、そんなこと言うてるからな。時代に雨が降ってきて、もう家出るときにびっくりするぐらい降ってたもんな。そうやね。だから私は映画か、まだ水族館かイオンか、そんなとこに行きたかったの。植物って雨とかもないわ。そうやし、温室に入ったや。それが一番嫌やったの。なんでなんで、温室めっちゃ良かったや。私めっちゃ励まされた。はぁ、うせや、何に。食虫植物やん。出た、最悪。食虫植物ってやつだよな。そうや、めっちゃかわいかったな。こうやってんねんな。待ってて、そこに虫がふぅ。一回目は虫やね、虫だけ。ふぅぅ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 最悪、キモい、キモすぎる。キモすぎた、ちょっと貧血が起こりました。おかまか、おかまや。おかま、いいよね。ちゅうかさ、ウツボ状のやつってすごい大きいやつはネズミも取るらしいで。すごいな、だからもしかしたらカエルも取られたかもしれん。カエルも、入っちゃったウツボに。液体が上がれないよ、溶けていくよ。
ルだよ。あ、カエルさん、カエルさん、よかったね。何しとんねん、これ溶けたんちゃうの。俺溶けたよ、一回一回溶けて、なんでも取り戻し中とかしとんねん。もういい、もういい、あんな植物園だから全部チューリップになったらええねん。出た、植物差別、チューリップ至上主義、チューリップファシズム。それ、あああああ、歌子姉さんに媚びを売ってんやね。歌子姉さんがチューリップ好きなこと知ってて。知らんわ、それとマーガレットで結構です。歌子さんってさ、今外国行ってはんやろ。南米、ベネズエラ、ポケモン GO。 ベネズエラ、南米やのに。リオじゃなくて、リオオリンピック。何があった。めっちゃやりたい。ほなあるで、市民講座。えあるね、
コスプレの市民講座。そう、市民講座突き抜けてるね。あ、先生、ほんでな、私また新しい市民講座に通ってんねん。なになになに、次はね、これ。あ、水森あずた。あずちゃんはこれ、あずでーす。今、ピッ。違う違う違う、これこれ。あ、なんか書いてんの？小説？村上春。ブブー。あ、俳句。松尾。松尾。ブブー。あ、ね、タングラ京都やし。100人のな。100人のあれ。ブブー。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、じゃあなんだ100人のな、100人のなってって。稲葉か。稲葉物置か。しかもなんだ村上春って誰やねんの。誰やねん村上春夫って。いたんです。小学校に村上春夫くんいたんです。なんだな。二人ともわからへんかな。だから何の講座？ポエム。京都市民ポエム講座に通ってるんです。市民講座何でもあるんやね。何でも触ってるで。なんでポエムな？あ、あのな、こないださ、あの作詞コンクールに応募したやんか。え、ちょっと待って、なんで知ってんの？で、なんで応募してんの？まだあんたがペラペラ喋ったんだやん。かわいない。ええやん、ええやん。でも構いませんけど。あ、ほんでな、あの言葉についてあれやこれやって考えてたら、なんかちょっと面白くなってきて、これはちゃんと勉強してみようかなと思って。それで進行じゃないや。あ、そうそう、ほんでな、今日その作詞コンクールの結果が送られてきたんだけどな。そうな、そう、ちょっとこれ、わぁ、ちょっと、あれ、ない、ない、私の名前がどこにもない。あんたも応募しとったんかい。ショック、ビッグショック。あんた何考えてんのよ。周りなりにもあんた一応プロやろ。恥ずかしくないの？あれはボツの歌詞を送っただけです。痛くも痒くもないわいさ。さっきショック言うてたよ。安心してください、あなたの名前もどこにも載ってないでございますよ。あら、やっぱりそうざます。そうか、やっぱりあかんもんなんやね。よし。前向いていかんだな。誰かさんみたいにスランプスランプ言うてても仕方ないし、次は何を応募しようかな。てかさ、なんでサッチャーのところに喧嘩置かれてきてんの？あの、実はそこの大将って書いてある人の名前なんやけど。大将 SOBA ハイフン。ハイフンやわ、ひろみちゃん。いや、どうでもいいか、続き。SOBA-SACHIE そばさちえ。もしかして、そう、私のペンネームやね。すごいな、さっきから何やらしても一番やん。いや、もうそんなことないよ。何に使う100万円。あ、やらしいな、すぐ金の話だ。旦那が好きなあのロサンジンのそばチョコでもプレゼントしようかなって。ロサンジンってどこの国の人？ロサンジンでめっちゃ高い、違うの。あ、まあ、けどね、ピンキーみたいで。そう、フランス、イタリアかな。いや、あんたうるさいな、イタリアにもフランスでもあれ人の名前。そんな人知らんわ。北王子ロサンジンって言ったら京都の人やで。です、京都人。京都はほんまです。私は京都のほんまのネガティブです。ネイティブやろ。さあ、そんだけ言葉遣い間違えんのに、歌の歌詞だけはきちんと書けんねんな。変な言葉遣い聞いたことないもん。そりゃあ、それはパッションや。合ってるよ、自信なかったら間違えたや。情熱や、いい言葉やわ。知らんかったんかい。あんた何でも感覚やな、嗅覚と映像。あ、そやけど、さっちゃんの言うようにおかしな歌詞は聞いたことないわ。私はな、まあ、メロディーも大事やけど歌詞も大事にしてんねん。私にとってはメロディーと歌詞はまあハーフ&ハーフやな。それ50-50な。ビールだけやし、ハーフ&ハーフ言うのは。うるさい、うるさい。とにかく私はやればできるかやねん。頑張れば頑張れるかやねん。うるさいのに何よ、全然メロディーは浮かんでけへんし、歌詞出したらあかんって
が出たらめやつ当たりやで。あれやな、なんで悔しかったから自分が書いてもくしゃってしたやろな。そうやで、せやけどそれで気が晴れるんやったらそういうことしても構わへんでしょ。それはあんたが自分が作ったもん大事にしてへんから、せやからそんなことができんねん。私の話は関係ないでしょ。ちょっと待ってもだなんか頼った私が間違いやと。せやせや、自分のことは自分で片付けんと。私はな、絶対にそんな風な片付け方はせえへん。そんな風に自分の作ったものをくしゃってなんかせえへん。ほっといてよ、私には私のやり方があるんです。それはな、クリエイティブな、あんた使えへんことは使えないって言うてるでしょ。とにかくそのクリなんとかっていう考え方としては全然間違ってるわ。あんたと私では立つ位置が全然違うよ。あんた、ええ加減にしときや。クリエイティブな才能ある人間とない人間だから立つ位置が違うんか。あんたが上か、私が下か。物を作れる人間が上か。あんたがそんなしょうもない思考の持ち主やと思わへんかったわ。そういう意味違う。じゃあどういう意味なん。本音が出たんでしょ。違うもん。しつこいな。ひろみちゃんは、ね、納得ができてないだけなんやね。わかんない。ちょっと言葉が過ぎただけやもんな。あんたな、いくらスランプや言うたかてちょっとイライラしすぎやで。そんなことないもん。おかいな。あんたかってすぐビビったりするやんか。ひろみちゃんちょっと落ち着いて。大丈夫です、いつもの私です。どうしたもんじゃろうの。せやな。よし、ほな勝負しよう。あ、対決や対決。時間が解決する思ってたけど、こんなにネチネチ絡まれたらこっちもええ迷惑やわ。そんな言い方せんでもいいやろ。テーマを決めて詞を作ろう。そんであんたが勝ったらメロディーが浮かぶまでとことん応援する。せやけど私が勝ったらこの話は一切なし、あんたが一人で解決する。どない。詞のボクシングやね。知ってる知ってる。何それ。テーマごとに詞を作る、対決してそのポイントで勝負するよ。おやし、テーマによってはあの人が得意なものとか不得意なものがあったりして、見てても面白いよ。それをするの。今回は一発勝負し、明日のこの時間までに。ちょっと待って、考えさせて。なんで一級さんやねん。ちょっと思うところがあってね、失敗するかもしれへんけど。チーン。分かった、この勝負受けて立つわ。ちょっと待って、あんたポクポクの間何考えてたの。チーンって何が浮かんだの一体。もう分からへん。この勝負私が勝つことになるわ。あんたの右ストレートに対して私の左のクロスカウンターが炸裂することになるわ。やっぱり若手みたいな。審判は誰がすんの。そりゃもちろん大賞受賞者の。あ、私テーマも決めてもらおう。テーマ、はい、そしたら七転び八起きで。あ、ちょっと難しいテーマや。ええよ、私は文句ない。こっちも上等や。よし、勝負よ。
もう何してんのよ。ねえ、そういえばなんで勝負を持ちかけたのかまだ聞いてなかったわね。あれ、あの子はさ、なんていうか迷子やったんやと思うよ。今立ってる場所がわからんくてビービー泣いてる迷子。だから勝負持ちかけてマラコ前にバーンって向かう先を映ったらさ、あの子の見える世界も変わってくるんやないかなって思って。そうなんや、ちゃんと考えてあげてんやね。まあね、まあ、一応コンビやしね。うん、ええー、コンビやわ。それにしても遅いわね、ひろみちゃん。もしかしてまだかけてんのやろか。スランプ長かったからね。え、曲が、うん、何でもない。変なの。ごめんごめん。ひろみちゃん、ちょっと待って。いや、大丈夫、身の精神まで言ってるやん。大丈夫大丈夫、マジか。はい、それでは、早速シノーボクシングを開催します。イエーイ。それでは先攻後攻を決めます。はいはいはい、はい、しゅんこちゃんたち、表。はい、表ね。はい、じゃあひろみちゃんは、じゃあ同じで。勝負なわけないよ。ひろみちゃん裏ね。はい、押します。よいしょ、裏でした。はい、それではひろみちゃんどっちする？じゃあ、お先にどうぞ。私が先行ってことね。はい、それではしゅんこちゃんのポエムの発表です。カーン！七転び八起き。ああ、また転んだ。何寝転んでんだよ。ほら、さっさと立て。ずいぶん昔に私から消えてなくなったはずのあいつが言う。私は無視をする。ほら、男とか女とかそういう線で分けちゃうのダメじゃない。もう早く消えろ。で、俺は思いついたんだが、線って考えないで点線にしたらどうかな。何言ってんのかし。点線なら線と線の間に隙間がある。今日お前をこっぴどく振ったやつはたまたま線なんだよ。点線だったらさ、たまには通してくれる人もいる。これスーパーホッピーアイデアでしょ。私はついぞ口をつく。そういうの慰みになってないから、隙間とか意味わかんないし。けれどもうあいつはいない。思わず口にするたびにあいつは消えている。お腹が鳴った。私は唇を噛んで立ち上がる。以上です。ちゃん、いいシーンや。いや、ありがとう。すごい、七転び八起きっていう裏のテーマがすごい伝わってきたわ。はい、じゃあひろみちゃんも頑張ってね。それではひろみちゃんによるポエムの発表です。カーン。ポエム、ポエム、ポエム。じゃあ、いきます。七転抜刀する私はお尻を打った。痛い、痛くない。あ、痛いくん、あ、痛くないさん。痛いくんと痛くないさんが友達になった。痛いくんが言う、僕らの間に直線を引けばいいのさ。そうすれば超絶ファイナルアンサーだろう、なんちゃって。続きまして。ちょっと待って。
かファイナルアンサーとか私の聞いてパクってるやんか。何しかも質テーマートって何よ。テーマ7個の八起きやで、分かってる。ちゃんとやってるやんか。ちゃんと全然やってないやないの。いい加減やな、あんた全然考えてけへんかったんやろ。考えたもん。ほな、ないやな、続きまして。ほんとか。いいやんか、続くんやから。できてんやったらそうやってちゃんと言ういいな。もしたら正直言うたらもうちゃんと許してあげるから仕方ないやん。ちゃんとやったもん。なんなん、私のことバカにしてんのか。やる気ないやったら帰るで。ちょっとしんごちゃん、私はなこれでも一生懸命頑張ってやってきたんやんか。どうや、才能ないかもしれん。ないわけど、こっちは必死で作ってきたんよ。あんたに言われて反省したよ。作ったもんくしゃくしゃにして、あれは私が悪かった。せやからそれに応えようとちゃんとやってきたやん。それやのに私に対しての仕打ちがこれだ。答えられへんのか。あ、そうか、黙ってんのがあんたの答えやねんな。分かった、やっぱり帰るわ。じゃあね。あ、待って、しゅうこちゃん、大丈夫、私がちゃんと見てたからな。ひろみちゃんがそんないい加減な子やないこと、しゅうこちゃんが一番よく知ってるでしょ。ちょっとひろみちゃん、自分の口から言いなさい。ひろみちゃん、これ私が書いたやつやん。私それ読んだ、よかった、ちょっと感動、心揺れた。なんで片言やねん。あの、よかったの、めちゃくちゃよかったの。私のが、それ読んだら急にパッてメロディーが浮かんできて、大した詩じゃないけど。なんやそれ。だけど、イメージするってそういうことじゃないから、伝えるってそういうことじゃないから、そんな当たり前のこと私忘れてるなんて思ってなかった。でも忘れてたんよ。で、それ読んだら、なんか急にメロディーが浮かんできて曲書きたくなって、で、ギター持ったらもうあっという間に朝になって、それでもやめられんってずっとやって、そしたらこんな時間になってしまったでした。よかったね。ね、しゅうこちゃん。まあ、私のおかげ、できなかった。ほんまやね。あれ、ひろみちゃん、しゅうこちゃんにお礼言うといたら。何それ、かわいい思てんの。思ってません。ありがとう。どういたしまして。ひろみちゃん、曲はできたの。やっとか。じゃあ聞かせてよ。今ここで。もちろん。わかった。ちゃんと完成してんの？さっきのシーンみたいなのやめてや。大丈夫。Deja vu, da, ba, blue.
あの日の涙がくすぶってる夜、ブルI'm sorry.
脱出という最大の危機を切り抜けたヒロミたち一行は束の間の美酒を味わった。しかしこの後、今日のヒロミの振る舞いがムーンライトクラブを揺るがす大事件を招くことになるのだが、今の3人には知る由もない。何とかマンのパクリちゃうのこれ。ちょっとやって。なんなんそんな話なんかねえあるわけない。